小形四十郎11月16日から2014年4月14日は日本の銀行家、日本銀行理事、日本開発銀行副総裁などを歴任した。1927年、東京府にて小形武虎の三男として生まれた。東京女子高等支配学校付属幼稚園、成形小学校、旧生、成形高等学校を経て、1950年に、 東京大学法学部を卒業した。同年、日本銀行に入校した。2013年12月14日、フィリピン大統領、ベニグの秋の三世、妻の大型貞子と日本銀行においては、アメリカ合衆国研修にて1954年に、フレッチャー法律外交大学院の修士課程を修了し、ロンドン駐在などを経て、1971年に、 岡山支店の支店長に就任した。同年8月のニクソンショックの際には、外国局の総務課にて課長を務めており、混乱する市場への対処に当たった。その後、外国局の次長を経て、1975年にはニューヨーク駐在参事となった。1979年、日本銀行の外国局にて局長に就任した。1981年、 日本銀行の理事に就任し、国際関係を統括した。1985年9月にアメリカ合衆国で開催された、先進5カ国増少、中央銀行総裁会議においては、日本銀行総裁の住田里氏に随行した。なお、この時の先進5カ国増少、中央銀行総裁会議において、プラザ合意が発表された。 日本銀行退職後は、1986年より、日本開発銀行の副総裁を務めた。その後、1991年に副総裁を退任した。1991年より、山市証券、富士ゼロックスなどの取締役を歴任した。また、国際連合の財政諮問委員会にて、共同議長も務めた。2014年4月14日午後0時55分。 心不全のため、東京都港区の病院で死去した。86歳没。2013年12月14日、フィリピン大統領、ベニグアキの三世から死活な勲章を授与される妻の、小形貞子と共に父である、小形武虎は、政治家として、養殖を歴任し、第4次、吉田内閣、第5次、吉田内閣では、いわゆる副総理を務めた。妻である、 尾形貞子は政治学者であり、国際連合難民高等弁務官や国際協力事業団理事長などを務めた。この尾形敦氏は映画監督となった。その他、遠赤関係のある著名人は多数いるが、ここでは親族に該当するもののみを記載した。ありがとうございます。